こんにちは、辻陽子です。いかがお過ごしですか？初めて私を見つけてくださった方、とってもとっても嬉しいです。今回の内容は、ちょっと都市伝説系、いわゆる都市伝説って呼ばれるものの中核にあたる人、まあ日本や地球の未来に大きい影響を与えるような人、こういうような立場の人とね、私ひょんなことから去年、不思議な出会い、何人もの方とさせていただいて、まあ、そんな中で今日は2025年の話、ここに焦点を当てて話してみたいと思います。はい。2025年何が起こるのか。2025年ね、いろんな YouTuber の方がいろんな方面から2025年の動画を出されてますね。これね、実を言うと、2025年をすごく意識しているのは、他の国の方々そうでもなくて、やっぱ日本人だけなんですよね。私、日本霊気協会っていうね、日本伝統文化の見えないエネルギー、気を扱うような協会の理事長をさせていただいてるんですが、海外支部の人たちに聞いても、2025年を特別視している国はないんですよ。じゃあ日本が今なんでこんなに2025年のことでわーわー言ってるのか。この理由は私は2つあると思っています。1つは漫画家である辰木亮先生っていう方がね、2011年の東北の大震災を予言されて的中したんですね。その方が2025年何かがあるっておっしゃっておられる。これが1つ目。2つ目は日本ではなくて海外の原住民族系のシャーマンであるとか長老の方、あるいは、アインシュタイン、シュタイナーさん、などなど、いろんな方がね、2025年のことをおっしゃっておられて、まあ、言ってる内容は様々なんですが、とにかく、まあ、共通しているのは、ここから先の未来、地球のより良くなっていこうとする方向でのリーダーシップを取るのが日本民族である、もしくは日本人の誰かである。っていうようなお話なんですね。この二つによって今2025年のお話がすごく日本では盛り上がっているっていうことなんですね。で、今日私がお話しする話はあまり他の方が喋っていない話。それはね、2025年に約2万年周期、つまり2万年ぶりに宇宙の彼方から宇宙光線、つまり目に見えない波動なんですけども、これがね、銀河系にどん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 迫っていて、で、間もなく銀河系を飲み込むような形で、太陽系、そして地球をこう、覆うような感じで。で、まあ、やがて通り過ぎていく。地球がビー玉ぐらいとしたら、うわーっと来て、抜けていく。目に見えない波動です。このことをね、おっしゃられる方が何人かおられて。で、このことがね、いつ頃かな ?1 ヶ月ぐらい前かな、海外のニュースで出てました。で、実際私が直接お話をお伺いした方、もう謎のなんか、ロックフェラー、ロスチャイルド系の、あっち系の、関係の方ですけど、あ、もちろんその方、いい方ですよ。その方がおっしゃっていたのは、その波が来る、見えない波動が、これがね、2025年なんじゃないか。でも、科学者の人がもう約30年ぐらい前から、その存在は気づいていたみたいなんだけれども、若干の誤差が出て2026年、2027年にずれ込む可能性もあるかもしれないと。ともあれ、これが間もなく、こう、うわーっとね、2万年周期で、地球を覆う。ちなみに、ここまで聞いて、怖くなられたかもしれませんが、私ももちろん聞きましたよ。大丈夫なんですか？何が起こるんですかって。そしたらね、その波動そのものは、測定結果ですけども、非常に調和が取れていて、微細で細やかで、いわゆる、いいもの、いい感じのもの。で、まあ、無害というか、特に何も人体に影響があるとか、そういうようなことはなさそうなんですね。でもです。
じゃあ別に気にしなくていいじゃない、うん、なんでそのことをそのいわゆるユダヤ系大富豪の方、まあそれ以外にも多分先進国や強い国のリーダーの方は知っておられると思いますし、で、その科学者の人が観測した宇宙光線、宇宙波動をアマテラスっていう名前、名付けたよっていうのが、その私が見かけたネットニュースなんですけども、これがね、結局ね、2万年周期なので、2万年前に地球で何が起こったのかを、まあ、文献もなければデータもないので、調べようがないんですよね。けれども、私にその話をしてくださった方は、ポールシフト、うん、もしくはそれに伴い、海面上昇、大幅な海面上昇や、まあ、地震ですね。これが起こる可能性があるんじゃないか、っておっしゃってたんです。そして、ここからが、ちょっと聞いてもにわかに信じられなかったんですけど、びっくりの話ですよ。台湾沖の海底に、つまり海の底に、そのユダヤ系資本の方々が、その宇宙光線が来た時にね、避難できるシェルターをずっと作っていて、それが完成したんですっていう話だったんですね。だから半年から1年ぐらい、うん、そこに、まあ、避難して逃げてしばらく暮らすことができるような施設があると。はぁーでしょ？もう私ね、もう嫌われてもええわと思って結構突っ込み入れたんですよ。まず、うん、まあ、シェルターを作るのはわかる。けれども、普通考えて自分の国の地面の下にシェルター作るっていうのはイメージつくんですよ。そしたらまあその方もね、いやいやもう大きな国の通り社会主義国とか、もうやってますよ。シェルター作ってます。地中に。これは地中。でもね、海の底ですよ。そしたらね、現代のテクノロジーっていうのは、私のような一般庶民が知っているテクノロジーはね、約35年前にすでにあったテクノロジーで、今現在は35年後ぐらいまで進んでいる。35年後って言い方変ですね。商品化とかされてたり、一般化されてないんですよ。うん、けれども、いろんなテクノロジーはもう遥かに進んでいる。でね、このことに関しては私も話聞いただけだったら、私割とね、リアリストだし、屁理屈屋さんなんで、あんまりファンタジックに、わーすごいってならないタイプなんですよ。何でも割と疑ってかかる方なの。なので、って思う場面なんですけども、実は私ね、そのね、呼んでもらえた、そこの場所、もう誰にもね、住所も明かしてなかったりとか、大きいビルに、たった一人で一部屋だけ使っておられたり、もちろんその所有しておられるんですけどもね、東京都23区内にビル全部を。うん。まあ、そんな感じなんですけどね。そこの部屋の中にね、不思議な、うん、最新テクノロジーの何に使うかよくわからない機械がね、いっぱい置いてあって、ラボみたいになってるんですよ。でね、今日はその話はなかなかしない。2025年の話をするんで、ちょっと割愛しますけど、もうね、実際触らせてもらったり、使わせてもらったりしたんですけど、もう SF 映画の世界です。こんなものがあるの？もうすでに存在してるの？で、ちょっとね、目の前で見せられて、使わせてもらっても、それでも私の脳みそはついていかない。嘘でしょ？みたいなね。まさに、SF 映画の中でしか出てこないようなものがすでにあるんですよ。つまり、うん、私が今触れている、最新テクノロジー、うん、商品化されているものよりももう本当に遥かに先を行っている。でね、話を戻すと、そう、海底。だからね、海底に人が半年も一年も暮らすようなそういう施設を作るテクノロジーはもちろんあると。でも私さらに突っ込みました。だとしてもね、それね、
そこの土木建築の作業をした人がいるわけでしょ、海底で。そしたら、今の時代、話が漏れますよって。そんなの秘密にしておけるわけがない。そしたらね、その返事もすごかった。辻さん、今いろんなことはね、大体海底海中で起こってるんですよ。今地球で140カ国以上が戦争、内戦、紛争をやっていて、まあ人類史上、まあ、最大の数なんですけども、まあ、日本はね、なかなか国内のニュースでね、海外のそういうニュースやらないので、知らない人も多いかもしれません。その、有名なものはね、ご存知だと思うんですけれども。でも、すごいたくさんの国でいろんなことが起こってるんですね。で、まあ、それは、おおむね、その思想や宗教上の問題、それから領土の奪い合いがあるんですけども、結局この領土の奪い合いって何なの？っていうとね、資源の奪い合いですよね。そして資源とは何なのかっていうと、今現在は石油ですよね。だから石油利権の奪い合いをしているわけですけども、でもほら、ロシアの海底にある天然ガスのパイプラインが何者かによって海中で切断されたりもあったじゃないですか。あれ、どこの国の誰かがやったかわかんないままね。うん、ああいうこともありましたよね。まあ、そんなわけなので、今、いろんなことは空中戦、ドローン飛ばしたり戦車が出たりとかしてますけども、それよりは海中海底なんだ。まあよく考えてみたら光ファイバーとかね、パイプライン以外にいろんなものがこう設備海中にあるんですよ。で、うん、そういうような、例えば光ファイバーの工事ですとか、それにまつわるような施設ですとか、言い方はどうでもできると。なので、その作業をしている人が一体何の目的で作られた何なのかっていうのを分からないまま作業にあたり、そして、まあ土木作業が終わったら、もうそのまんまあんまり深く考えず、うん、まあ作業を終えているっていうようなことみたいなんですね。で、もちろん、台湾沖、台湾とフィリピンの間ぐらいなのかな、うん。なぜそこなのか、なんでそんな場所なのかっていうのにも理由があるんですよね。それはね、台湾の歴史と関係しています。歴史、うん、私もあんまり詳しい方じゃないですけども、まあ、簡単に言うと、第二次大戦の後、台湾は正式な国として認められていないんですよね。大陸の方の中国は中華人民共和国の認められていますが、台湾、中華民国は正式な国として認められていないまま、なんとなく中途半端に今日まで来ちゃってるわけです。そして台湾という島がそう、ということはね、その周辺の海域も、まあ、中途半端なまま、うん、っていうことなんですよね。おそらくそれがね、そのフィリピン沖というか台湾沖というか、うん、そこの海底の奥底にっていう理由の一つだと思います。そしてね、もちろんこのシェルターに入れるのは、いわゆる地球の富をね、上位何十人の方が持っていてって言いますが、まあその方々とその親族や家族、あるいはその方々が持っている企業の、まあ、オーナーさんや中間管理職の方とか、そういうような関係の方であって、私とは関係のない話、私がそのシェルターには入れないんですけどもね。うん、まあそんな感じみたいです。ということはですよ、さっきちらっと石油の利権の話をしましたけども、今ね、結局ね、そのね、いわゆるみんながユダヤ系って呼んでいる、まあ西側のね、うん、大富豪の資産家の人たちの他に、大きく分けたら、うん、アラブ系、うん、石油王の人たちですよね。そして、中華系ですね。華僑の人たち。この三つの資産家の人たちのグループが、このバクッと荒っぽく分けてですよ。うん。まあ、利権争いをしているわけですが、そのうちの、そのユダヤ系の人のシェルターがそこにあるとすればですよ。これね、面白くないなって思う人たちはいると思いません？そして、なぜそのシェルターが作られているかというと、繰り返しになりますが、その宇宙光線そのものは、おそらく人畜無害で無味無臭、浴びても
そのなんかものすごいひどいことになったりはしないんですよ。ところがこのあまりにも強力な大きすぎるものがちっちゃい地球をうわっと覆うことによって、そのいろんな引力とかこう磁場が変わる、うん、その影響を恐れているということです。つまり海面の急激な上昇を津波、それから、地震ですよね。そこから避難するためにそのシェルターがあるっていうことなので、うん、じゃあ私たちはどこに避難すればいいんだよっていう話なんですけど、うん、その私にこの話を教えてくださった方は海底シェルター、この話はね、聞いたところでまさしくそんなの都市伝説でしょうっていう話になるだろうし、信じる人も少ないでしょう。で、知ったところで確かめようもないし、うん、単なる本当に都市伝説とか噂話の延長みたいなことでしょうが、うん、そこのシェルターに入れない人も今なら間に合うから対策を取ってほしいっていうことなんですよね。だから私に話してくださったっていうことなんです。はい、まあ、そんな中でね、2025年、その漫画家の辰木亮先生の言うように何かが起こるとすればですよ、このシェルターを面白くないなと思う人が、その台湾とフィリピンの間ぐらいにある施設をぶっ壊してやろうかって考えるのは、まあありかもねって思いません？私も思いました。なのでそこに、まあ空中からね、ミサイル飛ばすと派手すぎますよね。どこから飛んだか分かっちゃうしね、うん、誰の仕業か分かっちゃう。だとすれば、まさに海の底からやると思いません？でね、その私に話してくださった方によると、本当にあの人工地震なんてもはや当たり前に起こせてしまうぐらいのテクノロジーがあって、で、世界各国のトップの人なんかは力ある国の場合はその技術を持っています。なので、うん、海底からやるんじゃないかなっていうね、そんなようなお話でした。で、誰の仕業かわからないまま、うん、海底で、まあ、自然災害のように見せかけて何かが起こる、うん、で、まあ、その影響なのか、その宇宙光線の影響なのか、どっちかわからないにしても、うん、まあ、もしかしたらちょっと大きい災害があるんじゃないかなっていうね、そういうことを、まあ、結構他の国のその大富豪の人たちもそのように予測しているっていうことです。じゃあね、うん、どういう対策を取ればいいのっていう話なんですけども、まあ、私はこのように言われました。日本国内であれば長野か山梨、とにかく標高海抜の高いところ、他の都道府県でもいいんですけれども、できれば太平洋沿岸ではなくて、まあ真ん中ら辺、もしくはちょっと日本海に寄ったあたりの標高高いところ、その標高500メートルとかね、それ以上とか、ものすごく高くなくてもいいですけど、まあ、高いところ、そして地盤のしっかりしているところ、それから活火山のそばではない、大きい川も流れていない、特にこう蛇行している川のそばとかを避けて、古くてもいいので、鉄筋鉄骨の建物を、不動産を購入されといた方がいいですよって言われたんです。で、まあ、それ言った後、辻さんそんなお金ないかって言われたんだけど、いや、まさしく私にはそんな、その物件を買うお金はありませんが、まあ、こんな風に申し上げました、まあ、一時的に半年から一年ぐらい、万が一住んでおられる地域がこう住みにくくなった場合に、あの避難所で暮らすよりも、そういうようなところで木造でもいいです、古い一軒家探したら100万円とか200万円ぐらいで購入できるかもしれません、田舎でもいいです、そういうところを買っておかれたらどうですかと言われました。いや、そんな簡単にね、買っておかれたらどうですかって、うん。まあでもそれがあの一つの対策、うん、
なので今これから引っ越しを考えておられる方で、特に太平洋沿岸の海抜の低いところに住んでおられる方、関東平野も含めね、引っ越しを考えておられるんだったら、ちょっとその標高海抜高めのところ、地盤のしっかりしたところ、これも考えに入れられるのはとてもいいと思うし、もうこんなこと私に言われるまでもなく、引っ越し考えておられる方は意識されてるかもしれませんね。で、いやー辻さん、そんなこと言われても引っ越しって先立つものもないし、今ここに住み続けるしかしょうがないですよっていう方もたくさんおられると思います。私もこのまんま大阪市内に住み続けます。おそらくね、これが起こったら大阪のいわゆる JR 大阪駅、梅田界隈の地下街、あの辺は水没しちゃうでしょうね。そして私の住んでいるエリアにも多少の影響はあるかもしれませんが、私は今のところその長野山梨に不動産を買わないし、引っ越す予定もないんですよ。じゃあどんな対策をしておけばいいかっていうことですけども、もうこれも私が言うまでもなく、その大富豪の方が言うまでもなく、来たるべき地震に備えて災害グッズを用意しておく。今ね、ひょっとしたらちょっと売り切れていたりとか続いてるかもしれないですけども、用意しておきましょう。まあ最低2週間分ぐらいのレトルトのお米とか、チンとか温めなくても、調理しなくてもすぐ食べれるようなものですよね。それから2週間分ぐらいのお水と簡易トイレ、そして可能であれば電気のコンセントを刺さなくてもいけるような雨水を飲み水に変えるような簡単なその蒸留装置ですね。それからまあもし金銭的余裕のある人は発電機、それからそれ以外にね、電池類、あとスマホの充電ができるようにポータブルの充電器、こういうようなものをやっぱりもうそろそろ揃えといた方がいい、言ってもね、いつかいつかと思ってのびのびになっている人も多いと思うし、いや辻さん私は大丈夫って思ってる人もいるかもしれない。そしてそれは実を言うと私も割とそのタイプなんですけども、用意しておきましょう。それからね、もう一つ私としてはやっといてほしいのはね、日頃から普段から家族全員の鍵、貯金通帳、スマホ、あとはなんか何かあった時にパッと持って出たいような貴重品、これをね、お家の中の一箇所、どこか置き場所を決めて、いつもそこへ置いておく、外から帰ってきたらそこへ置くっていう習慣をつけとくといいと思うんです。そうするとね、いざ何かがあって、よし持って出よう、一時避難だっていう時にね、あれどこ行ったっけ、あの証書どこ行ったっけってならないから。だから生命保険の証書であるとか、不動産の証明書であるとか、そういうようなものを全部一箇所にまとめて置いておく。あっちこっちにばらけて置いておかない。そしたらもう一気にわーっとバッグに詰めて持って出れますよね。この二つを対策取っておきましょう。そして金銭的余裕がある方は、私は、長野山の新不動産買いませんが、それを検討されるのもありかもしれませんね。で、それ以外に、引っ越しもできないし、そんな心配だけどどうしようもないよっていう方はね、ぜひぜひ、あなたの住んでおられる地域でね、鉄筋鉄骨のまあまあ背の高い建物で、いざという時の避難場所の、こう、ラベルが貼ってある建物があるんですよ。どこかの会社のビルとか。これをね、どこにあるか今のうちにお散歩がてらチェックしておいてほしいんです。公園とか学校の校庭とか、そういうのは多分もうすでにご存知ですよね、避難場所として。そうじゃなくてね、ビルです、ビル。で、どのビルでもいいわけじゃないので、しっかりした耐震免震構造になっていて、そして受け入れ体制のあるビル。これがどこにあるのか、まあ最低3件くらいはチェックしておきましょう。今のうちに。これを私は対策としてお伝えしたいです。はい。というわけで、2025年。いやー、人工地震も簡単に起こせてしまう。そして、海底に
半年も一年も生きられるくらいのシェルターを作れてしまう。わ、人類、思った以上に、すごい。そして、そこに、シェルターに入れない。私としては、うん。一番大事なのは、自分の手に負えないことで、無意味に心配になって、うわーって心配を増幅させる。これ一番良くないです。心配が慢性化してくるとね、IQ が下がるのよ。だいたい15ぐらい下がるって言われてます。そうするとね、普段の思考が弱まる。思考停止になっていく。ポカミスも増える。これもったいないんで、極力心配しない。そのために、打てる対策を取っておけば大丈夫ですから。日本全土が一気に1億1000万全員被災っていうことはないですから。だから万が一自分の住んでる地域がそうなった時の対策を取っておけば大丈夫です。大丈夫です。なので、やっておきましょう。はい。今日はそんなシェルターのお話でした。あとついでにね、辻さん、2025年、金融とかお金のことどうなるんですか？それも気になってるんで教えてくださいっていう方も多いので、そこちょこっと喋って終わりたいと思います。いわゆるグレートリセットっていうやつですけどね。これね、私がお聞きした何名かの方、うん、全員、うん、いや、大きい出来事は起こりません。ただし、2024年中に、本当であれば、アメリカドル、これね、地球の基軸通貨、一番中心となるお金、貨幣のアメリカドルがね、デジタルマネーになる、うん、予定だったんです。これはね、ブロックチェーンとか自立分散型ではなくて、もちろん政府主導で政府がコントロールできる形のデジタルマネーです。ところがね、まあ選挙の行方とかもちょっと微妙になってきたりとか、いろんなことで、これ2024年中にはならないだろうなと。でももうすべてそれもテクノロジー含め仕組みも出来上がっているみたいです。なので、まあずれ込んだとしても2025年、あるいは2026年、まあ近々でしょうねっていうことみたいです。けれども、我々もね、もうすでに、ペイペイで払いますとか、D 払いで、LINE ペイでとかやってるし、まあそれ以前にも、クレジットカード払いでとかね、その現金払いじゃない形の支払い方法も結構もう使っているし、まあ、慣れてきてますよね。なので、アメリカドルが、そのデジタルマネーになったとしても、まあそんなに、大きい、驚くような変化はなく、まあ、スムーズな移行がなされるでしょうと。で、それによって、結局、じゃあ、その、アメリカ政府をはじめ、ね、そういう人たちにどんな恩恵があるのか、ということですけども、これはね、デジタル化すると、本当に、我々の、うん、何にいくらお金使って、どういう生活してるか、個人情報は、丸裸になってしまう。っていうことですね。まあ、より管理しやすくなってしまう。まあ日本で言うとマイナンバー制度のことをね、いろいろ心配しておられる方いらっしゃるけれども、まあそれにまつわるようなことですね。そういうことは、まあ、コントロールしたい人にしたらコントロールしやすくなるっていうことですよね。けれどもね、ここもね、さっきちらっと言ったように、私たちの努力で変えられることと、私たちの努力でもう、どうしようもないこととありますね。これね、どうしようもないことを嘆いても心配しても怖がっても、本当にどうしようもないんですよ。だから、うん、対策を打つだけです。ほんで、対策とは何なのかっていうことですけども、もうこれに関しては対策の打ちようもないし、もうすでに知らない間にね、例えばスマホのゲームやったりとか、いろんなことで、まあ LINE 使ってるだけでも、もう情報はどんどん抜かれちゃってるじゃないですか。もうそうなってから10年ぐらい経ってますもんね。なので、あんまり、あれこれ考えてもしょうがないジャンルかもしれません。もちろん、ここに関して、なんか企画開発とか研究所にいるとか、その IT 関連だとか、そういう人は話は別ですけど、私そういう業界の人ではないし、うん、影響力もありませんから、だから私のようなものはもうそこは考えても仕方のないことだなって思っています。けれども、まあ、がっかりする人もいるかもしれないけど、このまま資本主義が続いていきますし、大きな変化はおそらくないでしょう。うん、夢のようなその富の再分配のようなグレートリセットも
ないと思います。ただこれはね、今までのこの人類の生活が変わらない前提でのないと思います。なので、こっからあっと驚くような、あそこの国がなくなったとか、新しい国ができたとか、とんでもないようなことが起こった場合は話は別だと思います。でもこれも気にしてもしょうがないじゃない。だっていくら考えたってわかんないもん。ね、未来の可能性はこうマルチエンディング的にたくさんあります。だから考えてもしょうがない。けれどもね、量子力学的に見て、私たちの意識、集合意識、集合意識っていうのは、あなた一人の意識ではなくて、人類多くの人の意識。これによって、このマルチエンディングのうちのどれに行くかなっていうのは、どうも、こう、道筋がね、変わるというか、その可能性はもう量子力学でだん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 解明されてるじゃないですか。だから私は心配する人を減らしたいんですよ。無駄に心配する人を。そのために対策取っていきましょうっていう目的でこの動画を撮っています。はい。じゃあ今日はこんなお話でした。最後まで見てくださってありがとうございます。ね、信じられるか信じられないか、この話が正しいかどうか、そこじゃなくて、取り入れたら良さそうな部分だけいいとこ取りしてください。だってね、私その話をしてくれたその方、ここへ引っ張ってきて実名、顔出しでゲスト出演してもらうことできないんですよ。あまりにもこの地球や日本に影響を与えすぎてしまう人なので、表に出てこれないです。別に悪い人じゃないです。もちろん心の綺麗な人です。真面目に生きておられる方なんですが、資産を持ちすぎていたり、影響力がありすぎると、なかなか簡単にみんなのいる場所に出てこれない。そして発言の力が大きすぎる、影響力がありすぎるっていうことですね。まあ芸能人の方とか、すごく人気のスポーツ選手が街中を歩けないのと同じですね。なので、私ね、その人をここへね、ゲストで出てくださいよっていうことができません。なので、エビデンス取れないわけなので、まあ辻さんがなんか、ヨタ話を言ってるねとか、まあエンタメ系だねっていうような捉え方ぐらいでも、全然私は OK だと思っています。まあその上で対策取ってくれる人が一人でも二人でも増えたらいいなと思うし、みんなで次の新しいいい未来を作っていけたらいいなって思ってるんです。もしも本当に世界各国の長老やシャーマンの人が言うように、この日本人が次の新しい理想的な地球を作っていくリーダーになるとしたら、パイオニアになるとすれば、その日本人っていうのはね、どっかの誰かじゃなくて、私たち一人一人、一人一人の意識じゃないかなって私は思っているので、そう、私たちの意識って案外馬鹿にできない。影響力ね、私のような一般庶民でも、案外放っている意識のオーラは何百キロメートル先まで届きますから、馬鹿にできないんですよ。私もあなたも。だからこそ、いい感じで過ごしていけるといいですよね。はい。じゃあ、本当に終わります。見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。今日の内容いかがでしたか？当協会 NPO 法人日本霊気協会では全国主要都市でアチューメント講座を開催しています。初級、中級、上級、まずは初級へお越しください。約半日の講習を受けていただくと、誰でも才能質に関係なく霊気を使う準備が整います。あとはね、ちょこっとコツつかむまで 2,3 ヶ月自宅とかで練習していただく必要はありますが、コツつかんだらね、自分にセルフヒーリングもできるし、ご家族や大切な方、ペットにも、ヒーリングが行えるようになりますよ。あとね、練習会も会場でもやってますし、オンラインでもやっています。オンラインの方はね、オンラインサロンレイキスタっていう名前で自宅で練習していただいたり、こう質問にもね、いろいろお答えしていますし、レイキの疑問や基礎が大体把握できると思います。詳しい説明はね、説明欄概要欄から見てください。で、 LINE 登録していただいたらね、お得なお知らせ、こちらからお届けします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。またです。